アンリムーオはフランスの博物学者、冒険家である。現在ではもっぱらアンコールに関する業績により記憶されている。兄弟のシャルルと共にヨーロッパを旅し写真術を学ぶ。1956年より自然科学に身を投じる。1856年に読んだジョン・ボーリングのシャムの王国と人々に触発されインドシナにおける。 植物調査を志す。はじめフランス政府に研究費を申請したものの、断られ、ロンドンの王立地理協会と動物学協会の支援により、シンガポールを経由して、バンコクに旅立つ。1858年よりバンコクに拠点を置き、ムーア4時に渡りシャム、カンボジア、ラオスの深部を探検した。最初に遠征したのは、かつてのシャムノとアユタヤであった。彼はここで、 昆虫や川に散する貝類などを広く集め、イギリスに送った。1860年1月、二度目にして、最長の遠征の終わりに、彼はアンコールにたどり着いた。アンコールは400平方キロメートル以上の領域に、多数の空中広場、ダム池、観光都市、宮殿、寺院が点在する遺跡であり、とりわけ最も有名なのはアンコールワットである。 彼はこの時の3週間にわたる詳細な観察を旅行日誌に書き留めている。この日誌とイラストはートにインドシナ王国編歴記、アンコールワット発見にまとめられ、死後交換された。1867年におけるムーオの墓ムーオの墓、ムーオは四次遠征の都市、ラオスの密林でマラリア熱により死亡した。死の前にはランサン王国の首都であるルアンパバンを訪れ、 国王の秘護を受けていた。彼は二人の使用人によって、ナムカン川のあたりに埋葬された。またムーオの日誌と標本はすべてお気に入りの使用人だったフライによって、バンコクに運ばれ、そこからヨーロッパに送られた。彼の墓と記念碑は一時密林に渦もれていたものの、フランス人の学者により発見され、現在は観光客でも訪れることができる。 ムーオは2種のアジア産爬虫類について、懸命を受けている。亀の一種からモーホチイと、蛇の一種アラガーダンモーホチである。アンコールワットの正面、ムーオがアンコールワット、ムーオがアンコールワットのあや、ムーオがムーオは、しばしば誤って、アンコールの発見者とされる。しかし実際にはアンコールは一度も、失われたことがない。アンコール遺跡全体の所在は、 クメール人の間に伝えられていたし、16世紀も何度か西洋人が訪れてもいる。ムーオ自身、日誌の中でシャルル・エミール・ブイユ・ボー・神父が他の西洋人探検家や宣教師と共にアンコール・ワットやその他のクメール人を少なくともムーオの5年前に訪れたという報告に言及している。しかしムーオほど鮮やかにアンコールを紹介したヨーロッパ人はかつていなかった。 彼の守護交換されたインドシナ王国遍歴期において、ムーオはアンコールをピラミッドに比している。これは当時西洋においてあらゆる文明の演源を中東に求める向きがあったからである。例えば彼はアンコールについて次のように書いている。これらの寺院、ソロモンの神殿にも匹敵し、ミケランジェロのような古代の巨匠により建立された、は、 我々の最も美しい建築物に並んで名誉ある、位置を占める資格がある。それは、ギリシャやローマが我々に残したあらゆるものよりも、壮麗であり、今やこの国が陥っている野蛮な状態と悲しむべき、対象を成している。また次のようにも書いている。アンコールにはこれほど壮麗な廃墟があり、一目にして見るものに深い感動を与える。 そして見る者は次にこう問わざるを得ない。これほどの文明を持つ、明けた、強大な民族、これらの巨大な作品の制作者らに、一体何が起こったのか。これらの表現が、ムーオが失われた文明の失われた廃墟を発見したのだというありがちな誤解につながったようである。王立地理協会と動物学協会が、このような風説を助長したらしい。 ムーオ自身は誤ってアンコールがクメールよりも古い文明の所産であると考えていた。アンコールを建設したまさにその文明が彼の目の前にあったにもかかわらず、ムーオは彼らを野蛮な状態に陥っていると考え、彼らがアンコールを建設したとは信じられなかった。また、ムーオはアンコールの成立をローマと同じおよそ2000年前と考えてもいた。 アンコール・ワットの真の歴史は後に、アンコール遺跡全体で行われた発掘、修復作業の過程で集められた碑文の研究などから明らかになった。現在では、アンコールの文化が9世紀初めから15世紀初めにかけてのものであることが知られている。ありがとうございます。